皆さんこんにちは、京都のマサです。ようやくね、春ですね。もう春爛漫、4月1日ですね。京都のね、桜も満開です。もう満開過ぎてるね。満開通り越したぐらいですけど、週末ぐらいまでしかね、持たないかもな。関西のね、桜の名所はまあ大体開花がね、例年よりね、1週間から10日ぐらいね、早い感じなんで、まあ、満開になるのもね、同じように1週間から10日ぐらい早いんですけど、あ、鴨川の桜も綺麗だね。ですのでちょっとね、今年は、まあ、毎年ね、桜だよりって言って桜の名所をね、こうなるべく行けるところをね、行って皆さんにね、こう見てもらいたいなと思ってね、共有したいなと思って、毎年桜の時期はね、いろいろ回ってたんですけど、今年はちょっと早すぎて、まあちょっとね、時間が取れるタイミングも少なくてね、まあ、なのであんまり行けてないんですけど、で今日はね、ちょっと行こうかなと思ってね、桜を見に出てきたんですけどね。でまあね、どうせならね、今まで紹介してないね、桜のポイントがいいのかなと思って、そう考えるとね、ちょっとまあ京都ではないんですけどね、滋賀県の方にね、足を運ぶのもいいかなと思ってね、出てきた次第です。川端通りも綺麗ですね。桜並木になってますから、これ色が違うね。もう散りかけてますけどね、この散りかけぐらいがね、一番美しいんじゃないですかね。
この辺りは山にもねポツポツと桜がね咲いてますね。山桜ってやつかな。ソメイヨシノではないと思うんだけどね、多分山桜でしょうけど、吉野の方行くとねそういう山桜がこうね段々になってるんですよね。吉野も行ってみたいですね。いやでもツーリング日和だね本当に。気候もいいし、あとはねもうコロナだけですね、早いことね収束してくれたらね。しだれ桜だな。川沿いに生えてるのかな、そこは。この辺のしだれ桜も綺麗だね。本陣のとこあれかな、桜ちょっと寄っていくか、月もない。大原いいね、綺麗だね。